ランチを終えたらセビリア出発です。レアル・ベティスのホームスタジアム、エスタディオ・ベニート・ビジャマリン。次の目的地は、白塗りの建物が立ち並ぶミハス。センテナリオ橋。アンテナの森。天候のせいもあるのでしょうか。山頂で退屈な景色に見えてしまいます。時折見える白い集落、ミハスとの違いは何でしょう。サービスエリアでトイレ休憩。売り物には見えない、裏見ナイアガラ滝山がっぱ系。白い村、ミハスへ向け再出発。見えてきた海は地中海でしょうか。山側へ進路を変え、しばらく登っていくと、そこはミハスの村。ロバに乗って散策する観光客。馬車の方が乗り心地が良さそう。ミハスの闘牛場。
天気が良ければアフリカ大陸が見えるのでしょうか。球場の中に入ってみました。闘牛場から見るミハスの村。露店で買った飴を絡めたアーモンドは超美味でした。